無人島という閉鎖空間で行われる死のバトルロワイヤル。生きて帰る方法はただ一つ。勝つこと。他者を喰らい己を奮い立たせ、自然という強大な存在さえも何払う。この世界に地獄があるというのならば、それはこの島のことを指すのでしょう。サバイバルデスマッチ。集まれ動物の森。生きて帰ることができるのはただ一人。無人島における壮絶な殺し合い、騙し合いの幕開けであります。 まずは奇妙な生物が現れた見たところ二足歩行をするタヌキですが果たして一体何なのか流長な日本語だ柔らかそうな毛皮に埋まった光のない瞳豆吉少なくとも10人はやっていることでしょうすでに騙し合いは始まっているのかどちらかが嘘をついているすべてを疑わなければこの先命を散らすことになるのは間違いないでしょう 申し遅れましたが実況は私六角丸五郎がお送りいたしますブンブンと大きなプロペラ音を響かせてこの無人島という地獄の閉鎖空間に舞い降りようとしておりますこれから始まる大きな戦の前に乗客は黙まりこくっている 嵐の前の静けさか陽気な天気はこれから起こりうる凄惨な戦争の前に見られる最後の光ということでしょうか日本を出国しここはもはや法律も福祉も憲法さえも存在しない文字通り無法地帯さあ降り立ったどうやら隣に並ぶ黒人とオレンジ神が今回のサバイバルの敵ということでしょうか頭についた丸いコぶには手榴弾でも埋まっているのか迂かに手を出せば物も,もに爆破するそんな強い決意を感じます 綺麗な桜ですが、この島を去る頃には真っ赤に染め上がっていることでしょう。美しい桜の下には死体が埋まっている、そう場が決まっているものです。さあ、まずはジャブといったところか。この不思議ちゃん行為でマウントを取っていく。サバイバルにおいて最も重要なことは、飲み水の確保でも、信号を用意することでもありません。周りに舐められないこと、ゴリラでいうドラミング、毛を逆立たせる猫、桃の木に抱きついて揺らすこと、隙があるようで隙がない、IQ300 の行動であります。 目の前にいるのは餌かそれとも標的か一つ食料の確保に成功したことで心に余裕が生まれたか左には鹿児島県出身陸のダイヤ子と黒豚アグネス右に立つのはカバオ君アンパンマンから堂々の参戦でありますま サバイバルに必勝法があるとすればそれはまさしく安全地帯の確保に他なりません体力的にも精神的にも人事の確保は急務と言えるでしょう固有結界領域展開口寄せの術己の得意分野で戦うこともまたサバイバルの鉄則と言えましょう 畜生不情に説教されて頭に血が昇ったか思い上がりは寿命を縮めるだけ命の砂時計が全て落ちきる前に覚悟を決めておかなければならないたとえ幼い命といえど容赦はできません今夜の晩餐は狸鍋匂い消しが重要になりそうだここいらで他のサバイバーの紹介と参りましょうか 親の名前は柳瀬隆シ地元ではアンパンを無限に食らう大食感1993年アメリカ特殊部隊に所属していた殺しのエキスパート最高速度は時速40キロアフリカでは水陸両用戦車の異名を持つカバオであります果てしない海生命の母ともいえるこの大会普段であれば慈しみを感じることもありましょうしかし今の状況ではサバイバーを捉える絶対の檻まさに小離れできない母そのもの深い青に染まる光景は母か悪魔か 完全にキロ4000円超えの高級豚肉でありますこの島を軽く散策したところどうやら遮蔽物がほとんどないことが判明しております一見肥沃で明るく見える島ですが何とも不潔な存在を感じましょう桜や桃がこれほど実っているというのも人ならざる者が影響を与えているのか今思えばこの島人間と呼べる個体は1人だけ周りには獣人一体ここはどこなのか そそもそもこのサバイバルの結構は誰が言い始めたのか疑えばキリがありませんが少なくとも今はタヌキの言う通りにするのが得策でしょうこのまま完全にお尻だ暗闇に火が止まった電気一つ満足に存在しないこの無人島生活明かりを失うことそれは死ぬことと同義と言えましょうこの距離感これが達人の間合いかタヌキに意識を巡らせてはいますがお互いに牽制し合っているそういったところでしょうか 一体何が狙いなのか電通案件かこのタヌキチの言葉の名前にがもしかしたらここが今どこにあるのかそれを表すヒントになるかもしれません分かる人には分かる名前でしょう 脳みそまで獣なのでしょうか、殺すことしか考えられない、あおれな畜生どもの末路といったところか、こうはなりたくないものであります。狸ぬとかいう名前のやつに言われるのは、どうも納得できないことでしょう。まさかの大受け こいいつらに自我というのは存在しないののかか心は失っってしまったのかなんとも不思議なことが起きました昨日は夜も更け一度終身に着いたものの目覚めてみればすでに夕暮れこの島は時の流れにやや乱れがあるようでありますそれとも一服盛られたかだとすれば愚かな行いとしか言えないでしょうまさしく正真正銘最後の隙今の月賀天将は滅亡化して打つべきだったそう悔やんでもすでに手遅れだ 人が触ったスマホというのは今のご時世何とも触れ難いものですが、この少年には衛生関連というものが存在しないのか。ゲームの中でもスマホ中毒、どんな毒よりも恐ろしい知性を秘めておりましょう。可能であるならば、この島から脱出させてほしいが。 ついに完成いたしました。命を釣り上げ、そして食らう。多くの生物を撃滅してきた。二十一世紀に残る名刀の一振り。この一撃でもって、この無人島生活の幕引きといたしましょう。邪魔なテントだ。誰が建てたのか。夕暮れ時、まさに夕まずめ。釣りには絶好の時間帯。まさにエンペラータイムであります。獲物を探す目つきは、人のそれではなくまさに狩人赤く差し込む夕暮れと鋭い眼光のコントラストは、まさに死を司る死神のように真っ赤であります。さあ見つけた。今宵の だ。後ろから忍び寄る死の音が聞こえますでしょうか見つめ合う両者これは釣りというアウトドアではありません戦士と戦士による殺し合い命の奪い合いなるほどなるほどなるほど クライマックスとは往々にして劇的に起こるものであります。これまでに逃した魚は全て雑コ、5体から漏れ出す圧倒的な覇王色の覇気をこらえられなかった敗北者、サートライターこれが新世界、これが四孔、これが最悪の世代とんでもない大物を釣り上げた釣りをたしなむ者から言わせてもらうと、カタクチイワシを浮き釣りで釣り上げるのは、マスターランク防具でアプトノソを狩るようなものであります。 これからのサバイバル生活、果たして生き残ることができるのか、こうご期待であります。